ESK 君、今のチームで全然活躍してないけど、このチーム移籍したら活躍するのにと思う、すると思うのになっていう選手いますか全然活躍してない。ああ、またレアルソシエダーですかね。うん、またスペイン戻って、普通にある程度パスサッカーするみたいなチームに行ったら活躍すると思いますああ、ルカク、インテルじゃ、ねえっと、ルカク、まあインテルもそうだけど、ルカク、スパーズ。<laughs> そう、やっぱコンテとね、一緒にいるルカクはね、怒られながら楽しそうですから、ね、あ、ルーク・デオンがセビージャ戻っていいんじゃないですか、普通に。あ、ラングレスパーズもそうですね。 そうまたは不遇ですね。あ、ルークはペースウェイに移籍決まったんだ。まあ、普通にいいでしょうね。ウィングがクロス上げて中でね、得点決めるっていうサッカーやね。ああ、マグアイやねはじきか。マグアイやバーンリーいや、でもライン上げないで弾き返し続けるチームとかいいですけどね。でもう本当、あの、ビルドアップとかあんまりちゃんとやんないでもう本当に鹿島みたいなサッカーあるチームがいいと思う。だからちょっと、シミョネアトルチコが昔に戻るみたいな感じとか。久保か。 久保どこだろうね、一番合うのね。やっぱ出れる、出れて、あそれこそ久保フィオレンティーナとか見たいですけどね。インサイドハーフもウィングも、ね、久保がそんな負けそうな感じでもないし、うん、あと久保バルサン見たいですけどね、やっぱり。<music>